明日の風のその中で、はい、皆さんこんにちは3本目にカルの畑タタです今日はですね大丈夫という言葉がけで人の体っていうのは良くなるのかっていうお話をしていきたいと思います よく医療の現場とか、まあ治療院であったりとか、まあ様々なところで、まあ家庭にいてもね、子供が怪我したりとか、そういう部分で大丈夫、大丈夫だよっていうふうな声かけて、まあよく耳にしたりする経験ってあったのかなと思います。言葉掛けでね、医療従事者とか、僕も病院勤めてた時とか、あ大丈夫だと思いますよであったりとか、今現に治療院してても大丈夫だと思いますっていうような声かけはさせてもらったりするんですけども、 ここに実際その効果っていう部分が実際どういうものなのかっていう部分と、まあ、どれだけ治るる確率があるのかという部分もお話できたらなと思ってます。こういう言葉がけっていう部分は実際目には見えないんでなかなか研究ってしづらい部分があったりするんですけどもこういうふうな言葉がけまあ意識,の持って、ね、意識を持ってね意識を持って言葉がけをするわけですけども。 研究をされている、まあ、明治大学の国防先生というのが方がおられまして、まあ、明治大学でその意識の研究をちょっとされている方なんですけども RNG というンス発生器という機械を使ってですねその意識がどういうふうな影響を及ぼすのかという研究をされてるんですよ。で世界各国にねそういうふうな発生器を使って意識の研究されている部分があるんですけど。 日本ではここの国防教授がまあ研究されてるんですね。でまあ、どういうものかというと実験でね使ってたのはキュウリの断面をパッと切ってキュウリね切ったらちょっと香りってするじゃないですかでその香りっていう部分の近くに波形を測るような計測器を近くに置いてですねで何もしてない時の香りの量っていう部分をちょっと調べて。 香りをしっかり出るような意識でね香りたくさん出てください出てくださいっていうような意識をずっと送ると発生時の数値がやっぱりこうと変化を示したんですねでその研究してるまあ学会で発表したりするんですけども、まあ、その時やっぱりこうああそういう手で意識っていうものを調べれるんだっていうようなまあね先生方がすごい絶賛してくれたっていうお話を聞いたことあるんですけどもここからですね あの、キュウリの断面を、まあ自分の前にずっと並べて、で、横も並べて、後ろも並べて、四方葉、並べるんですね。えー、ここで全部この香りを嗅げるようにした状況で、えー、匂いをしっかり出るように、まあ、えー、祈り、意識ですよね。意識を持っていって、匂いがいっぱい出ています、匂いがいっぱい出ていますというような、えー、意識を持っていくとですね、匂いがすごい出るところと出ないところと、 四方にこうしてるわけですけども、えー、出るところ出ない、出るところ出ない、みたいな感じで。で、ここは出ない出る、出ない出るであったりとか、出るところにちょっとばらつきがちょっとあったんですけども、出るところと出ないところ、どういうふうになってるんだろうっていう。まあ、その乱数発生器だけを使っえっ、ー、と、まあ、研究して使ってるんですけども、あとはそれを画像、どういうふうな形で影響が出てるんだろうっていうような画像を送っていくと、えー、で、研究してみるとですね、 どうやら波のように、ここから見たらこの波のよう、上に上がったり下に下がったり、上に上がったり下に下がったり、まあこういうふうな状況でエネルギーっていうのが伝わってるっていうのが分かったんですよ。で、ちょうどこの上に当たってるところが香りがいっぱいするところで、下のところがむしろ香りがちょっと減ったり。 でまた上に上がるところは香りがする、まあ、四方八方ですからこう波のように出てる部分もあるんですけども精密な画像でしっかり撮るとちょっと少し渦を巻きながら出てるようにも見えるんですけども一つ言えることは波のようにこう前に前伝わっていくと、まあ、その意識の状況でですねあの患者さんに対して「大丈夫ですよ」って言った時にはその「大丈夫ですよ」という治療家から患者さんに向かってこう波のような状況が出ていくんですけども。 波の高いところにちょうど患者さんが座ってですね。で、その高いところに当たってると、体調という部分は良くなってくると。特に低いところに当たっちゃうと、大丈夫の反対側ですね、の効果がちょっと出てしまう,という。ですから、大丈夫ですよという声かけっていう部分は確率的に2分の1なんですね。僕ここも治療をしていてて、でもやっぱり2分の1の確率ってすごいやっぱ心苦しいんですよ。 多分世の中の治療を提供しているような技術職のセラピストという部分は、絶対にこ治したいんだっていう、やっぱり気持ちがありますから、2分の1じゃ困ると。じゃあ100%でやっぱ近づけたいんですけど、どうしたらそういう状況になるのかっていう部分なんですけども、この波の出る状況ですね。波の出る状況なんですけど、大丈夫というふうに声かけした、党の本人ですね。このなら、えー、患者さんがいて、私がいるんであれば、 私の状態のところは絶対山から始まるんですよ。患者さん自身が本当によくなるってなった時には、よくね、医師とかドラマとかでもあるように、あなたが治すという気持ちがなければ治りませんっていう部分は、そういうところにあるんですよ。患者さん自身が私は治るというふうになったら、治るところのエネルギーがあって、まあそこから治る治る治るという波がこう出てくるように、自分が治るとなったら絶対100% いい波が絶対に自分から発生しますのでですので声かけっていう形はモチベーション上げるためにねサポートしてあげるような声かけ、えー、もしくは1/2の確率で治ると100%に持っていきたいんであれば、まあ、ドラマで言ってるようにねあなた自身がしっかり治ると信じないと治らないんですよっていう部分は僕もやっぱり実際ねあの患者さんいろいろ見てきた時に強くやっぱ思ってる患者さんと不安にいる患者さんと で、不安にいる患者さんが治らないわけじゃなくてね、あセラピストと一緒にこうや、二人三脚でしていく中で、治るような気がしてきたっていうところから、えー、声かけしてね、大丈夫ですよっていう声かけして、えー、患者さん本人が治るんだっていう意識に持っていけるようにサポートすると、より意識を使った治し方っていう部分では効果が出やすいと思います。意識を研究されてるっていう、 なかなか医学にににこういういいい部部分分は、えー、反映されにくい部分があったりすするんんででよ。目に見えなななね。なかなか医学の世界でこれを教えていくっていう部分は難しいんですけどただ医療従事者っていう部分は経験の中でですねやっぱり患者さんに対して、えー、大丈夫ですよっていう声かけをするっていう部分は、まあ、経験の中で、えー、なんとなく分かってるっていう部分なんですけど、まあ、最近の研究では、まあ、そういうところもね 意識という部分が画像に映るようになってきた時代ですから、まあ、こういう部分を利用してですね、医療者側というのは大丈夫ですよという声かけ以上に患者さんが大丈夫と思わせるような進め方をしていかないといけないなという部分がまず1点と、まあ、患者さん自身ですね、私は絶対治すんだというこの気持ちをまず持つところがすごい重要になってくるのかなと思います。 今日はですねその大丈夫という声かけで、えー、本当に体が良くなるのかっていう部分のポイントは、えー、本人が売ると思わないと、えー、なかなか効果がちょっと出にくいと周りから大丈夫だよって言われてる間は2分の1の確率で100回言われてね100回とも山に当たればいいですけどなかなか100回ともね山に当たるっていうのはちょっと確率的には少し難しいんじゃないかなと思いますので言われるんではなくて自分に言える勇気ですねをしっかり持っていただき それでは今日はえこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。